こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。まあ、フッティーズが終わって、まあ、プレシーズンに差し掛かってますけど、まあ、今のこの現段階でのアタッカーのティアリストを作りました。で、今回も海外の配信者の方たちと、あとは自分の個人的な見解をもとにしてティアリストを作りました。それでは早速ティアリストを見ていきたいなと思います。こちらがアタッカーのティアリストになります。まあ、前と、同じような形で、まあ、A と B は、特に変わりはないです。で、まあ、S と A の間の選手たちも特に変わりはないです。で、 S に関しては、まあ、新しく追加をしたというよりかは、サンチョを、まあ、SS と S の間から、S に下げたっていうのと、あとは SS と S の間に、マフレズがいると思うんですけど、まあ、SS から、少し下げたという形になります。まあ、追加をしたわけではなくて、まあ、ここの変更点は、あります。で、 SS は、新しく追加をした選手でいくとフッティーズのアントニー、そして、プレイヤーモーメント、目標で来てるプレシーズンに差し掛かって目標で来たルカクですね。真ん中からちょっと右ぐらいのところにいるんですけど、まあ、その2人が SS に自分は入れました。で、アントニーに関しては結構安かったかなとは思いますし、まあ、スパサブで作っても良かった選手なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、TOTS の頃から結構使用感は良くて、まあ、個人的に使った時はシュートが決めきれなくて、アントニーは、まあ、それでなんか負けてしまうみたいなところはあったんですけど、まあ、そこもより強化をされて、もともとドリブルだったり、まあ、スキルが5っていうこともあって、持ちやすさみたいなのは非常にある選手なんで、結構海外でも評価は高い選手にはなってました。なんで、まあ、安かったですし、まあ、スパサブで作っても全然良かった選手なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、おそらく前の時にはモティオティエスのアントニーは入れてなくて、その前かな、2回前ぐらいの時は TOTS のアントニーは SS と S の間に、入ってた。今までいうマフレズとかパトとかペペがいるあたりに、まあ、自分は入れてたんで、そこまで、元々は悪くない選手っていうイメージが自分の中では、あるので、まあ、その中でそこからフッティーズで能力上がったり、そして、まあ、SS に、自分は入れた。あとは先ほど言った通り、まあ、海外の評価っていうのも、まあ、全然悪くはない選手なので、まあ、ここに、入れたという形になります。で、そしてルカク、まあ、ルカクに関してはね、能力がめちゃくちゃ高くなって、まあ、逆足が5になってるっていうところが、結構大きいかなっていうふうには思います。まあ、個人的にはやっぱりスキル5ね、欲しいところでは、あって、まあ、それでも、まあ、逆足後も結構でかいので、まあ、結構ありやなとは思うんですけど、もともと逆4なんで、そこまで逆足がめちゃくちゃ入らへんなっていうことは、なかった。もともとシュートも結構上手い選手なんで、良かったんですけど、まあ、スキルの方が上げてほしかったなっていうふうには思います。まあ、スキルも3から4には変わってはいるんですけど、やっぱ前線今で行くとね、5が当たり前みたいなところであるんで、かつやっぱこれだけ巨体の選手、フィジカルも強くて身長も高いっていう選手がスキルでゴリゴリ来られると、守る側としてはめちゃくちゃ嫌な、選手になったかなとは思うんで、まあ、そこでね、逆足の方アップグレードされたっていうのは、まあ、ちょっと、まあ、痛かったかなとも思いますし、こう結構L スティックのドリブルっていうのが、まあ、重たい選手なんで、もともとがなんで、まあ、能力上がったとはいえ、そういう、まあ、使い方っていうのはちょっと限られてはくるのかなっていうふうには思います。だ、空中戦とかでいくとむちゃくちゃ強い選手にはなるかなとは思うんですけど、まあ、でもジャンプもね87しかないんで、まあ、99あればなっていうところで、結構、まあ、目標で取れる選手にしてはもちろんレートも高いし、非常にいい選手ではあるんですけど、まあ、いざじゃあ使ってる人がどれだけいるかっていうところかなっていうふうにも、まあ、思います。結構
重たい選手なんで、まあ今のそれこそフッティーズの選手はもうほぼほぼ軽い選手が多いので、軽くてパンチ力のあるシュートを打てるっていう選手が多いんで、まあそこに今慣れてる人が多いとは思いますし、まあ自分もそうですけど、あのその中でルカクっていうね、ちょっとパス回してる中で、あ、重いなって思うタイプの選手だと思うんで、なかなかチームには入れれない選手かなっていうふうには思いますけど、こうシュートを打たした時のそこの力強さとかフィジカルで負けないっていうところはあるので、そこまで弱い選手でもないっていうところかなっていうふうには思います。もうシュートに関しては全然いいっていうような形ですね。でもただただ、まあ、ドリブル面が、重かったりとかする選手ではあるので、まあそこで、少し人によってはめちゃくちゃ、使いづらさはあるのかなっていうふうにも思ったりはします。でそして SSS と SS の間に、入れたのがフッティーズのプレア、そしてフッティーズの、ジェルソン・マルティンスですね。まあプレアに関しては SBC できた選手で、ジェルソン・マルティンスは目標できた選手かなっていうふうに思います。確かそうだな、確かそうですね。でプレアはまあ5-5になって、まあブンデスのその時は投票が3人やったんですけど、そこまでこう注目度はなかったかなっていうふうに思いますね、他の投票の SBC に比べると。で自分もまあ正直あまり、目には触れない、選手でしたし、まあ、5-5 になったとはいえ、やっぱりこう上位互換はいる選手にはなるかなっていうふうには思います。でもやっぱり 5-5 は偉大で、本当にこう逆足でもスキルでもいけるっていうのは本当にでかいかなっていうふうに思います。あとはそこまでやっぱりフッティーズで強化をされたことで能力も全然強いので、普通にプレアを使いこなしてる人っていうのもいますし、まあ、相手にいると厄介な選手やなっていうふうには、思います。プレアなんで、まあ、この人もね結構安かったので、まあ、スカッドに刺さってれば全然作ってもよかった選手なんじゃないかなっていうふうには思います。でジェルソン・マルティンスはもうこの人は本当にもうドリブルが上手い人、こうドリブラーの人からするとめちゃくちゃ使いやすい選手にはなるかなっていう風に思います。まあ、ファンタジーフットの時でも、そうですし、まあ、金の時もコスパがいい選手で入れてる人は序盤に多かったですね。なんでこうサイドで突破をするっていうところでいくと、まあ、結構作品の中でも、まあ、トップレベルに、ドリブルがしやすかったり、そういう推進力スピードもあって細かさもあるっていう選手なんで、まあ、そこで結構ドリブル好きな人からするとジェイソン・マルティンスは、本当にこう使われる存在なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとは目標で取れるっていうこと、無料で取れるっていうことで、まあ、スパサブで使ってる人も全然いるんじゃないかなっていうふうにも思います。あとはベン・エデルと緑っていうのも結構嬉しいポイントですね。なんでそういうところも含めて、やっぱりこう強さっていうのは、ある選手かなっていうふうに思います。あとはやっぱりこうシュート面が、少し劣る部分はあったんですけど、まあ、フッティーズになって能力も上がって、そこの決め切るっていうフィニッシュの能力っていうのも、まあ、高く、なったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それでもね、こうさっきの言ったルカクみたいな感じで、もう圧倒的なこう ST みたいな感じじゃない選手なんで、決定力はそこから比べると落ちてしまうところはあるんですけど、まあ、これまでのジェウソン・マルティンスっていうのを考えた時にはまだ決めきれる決定力っていうのは手に入れたんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、ジェウソン・マルティンスはね、普通にもともと使いやすかった選手がもうもっとこう使いやすくなって、まあ、ドリブルもしやすくなったっていうような選手やと、思いますね。でそして SSS に、入れたのがフッティーズのベイン・エデル、そしてプレイヤーモーメント SBC で来た、レバドスキバルセロナになってきました。でそしてフッティーズのサラ、デンベレでマキシマで、ショーダウン、まあ、これ記憶に新しいですかね、ショーダウンの、ダルウィン・ヌネスで、そしてフッティーズ、グリズマンでサパタかなっていうふうに思います。まあ、こう見ると本当にフッティーズのね前線がマジで豪華やなっていうふうに思いますね。あとはこうね、もともと前のティアリストの時にも、
まあ、入れてたフェラントーレスとかもいるので、またルイス・ディアスとかもいるので、やっぱりフッティーズは前線が来る選手が多かった、前線の選手が多かったかなっていう風にも思いますし、まあ、フェラントーレスいないですけど、普通に SSS やっとは、自分は思いますね、変わらずですけど。で、まあ、ベン・エデルに関しては、まあこの人はマジで強い、この人はマジで強い。まあトークンをねめちゃくちゃ集めたものにしか手に入れられない、最強のカードかなっていう風に思いますし、そのトークンの、枚数、まあ、27枚やったかなに、見合う価値っていうのはもうめちゃくちゃあると思いますし、もう最後の最後まで、いける選手かなっていう風には思います。まあ、ランキングを見てくれた方もわかるかなと思いますけど、まあ、かなり自分の中でも、強い選手として、紹介をしたとは思うんですけど、もう本当にこうスキル5、逆足5、どちらも5-5になって、で元々、ね、Lスティックの細かさっていうのもあって、そこにスピードもついて、もう本当にこう強い、選手になったかなっていうふうに思います。まあ、この人も決定力は抜群で、プラスもうかわせるし運べるし、でフィジカルでもそんなにね負けないというか、思ったより負けないというか、そういうなんか臭さみたいな、ところもある選手なんで、まあ、もしかしたらこうネイマールだったりとかより、まあもちろんメッシ、横のメッシとかよりも、まあベン・エデルが一番使いやすいんだっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれぐらいかなり強いベン・エデルがもう最後の最後に来たかなっていうふうには、思います。もう本当にベン・エデル取った人で、いやちょっとトークン27枚ミスったなって思う人は少ないんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱ取ってよかったって思う人が多いんじゃないかなっていうふうには、思います。でレバンドスキー、この人もね正直ルカクと同じで逆足が、5なんですよね。まあ、TOTS と同じですかね、レバンドスキーは。なんで、まあ、ルカクと同様にやっぱりスキルが5にはなってほしかったなっていうのは正直、感じます。もうレバーがね逆足5になったらね、かなりもう正直シュートは逆4でもめちゃくちゃ入るんですよね。 TOTY の時からもうそれはずっと思ってましたけど、もう正直 TOTS でも逆足5は正直もう意味がないというか、 TOTY の頃から逆4でもめっちゃ入ってたんで、まあそこでね決定力っていう部分は正直逆4で十分なんで、やっぱりスキル5になってほしかったなっていうのはめちゃくちゃありますね。エラシコも使えるんですけどね、レバーは。なんですけどなかなか、まあ、レバーがスキル5にならないですね、FIFA は。なんで、まあそこで、まあ、正直 SSS と SS の間かなっていうふうには、思ったりもしたんですけど、まあ能力でカバーできる部分っていうのもめちゃくちゃあるので、まあそこで、スキル5であれば、もう55であれば、55かまあ54、スキル5であれば、明らかな、もう SSS やったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、使いにくさ的にスキル5がいいっていう人からすると、まあ、ちょっと、わざわざそれこそ、もうルカクと同じような形で、わざわざこの時期に、もうね、スキル5ない選手を前線に置くっていうのは、まあ、難しいところは、あるかなっていうふうにも思うんですよね。まあ、でもこうルカクよりはこう軽さみたいなところも、あって、まあ、軽さって、まあ、そこまで軽くはないですけど、全然こう妥協できる範囲で、まあ、細かく動いてくれて、またLスティックでのドリブルっていうのも全然できる選手なんで、まあ、そこでスキル5の技がないなりに、まあ、スキル4の技だったりとか、まあ、緩急をつけたドリブルだったりとか、相手の逆をつくLスティックドリブルとか、まあ、そういうところで剥がして、まあ、シュートまでなんとか持っていくっていうところが、まあ、できれば、非常にその後の決定力だったりとか、スピード面もかなり上がっているので、かなりこういいんじゃないかなっていうふうには、思います。あとはまあレバに関してもかなり決定力が高い選手ですね。
まあ、先ほど言った通り、まあ、逆4でも入るレベルやったんで、まあ、レシーブも高いというところで、かなりこうストライカーとしての、役割かつあとはポストプレーとかも非常に上手い選手なので、まあ、何でもできる、でも唯一スキルの業がないっていうところかなっていうふうに思います。他はね何でも本当にできる選手なんで、まあそれこそバルサが好きな人だったりとかすると、かなり作ってもよかったんじゃないかなっていうふうには、思います。まあ、全然作ってもいい、普通に能力はねむちゃくちゃ強いんで、総合値が99ありますし、かなり強い選手なんで、ただスキルが5欲しかったなっていうのが結構あの FIFA やってる今作なってる中で結構でかいじゃないですか、スキル5あるかないかって。なんでまあそこで、少し、まあ、残念なポイントはそこやったかなっていうふうには思います。でそして、フッティーズのサラ、こういった5-5になりました。スキルも逆足もどちらも、5になったと。まあこの人はまあアルティメットフッティーズみたいな形で、まあ、来た選手ではあるんですけど、まあこの人はまあレビューを、まあ、昨日出したので、まあ、そこで細かいところは、見てくれた方はいるかなっていうふうには思いますけど、まあ、本当にこうスピードがあって、決めきる決定力もあってっていうのが、まあ、元々サラの、まあ、キーの時からそうですよね。決定力は普通に高くて、まあ、コントロールシュートでも、まあ、ズゾンのシュートでも、決めてくれるっていうところ、あとはスピードはまあ言わずもがな で、そういう選手で、まあ、そこにさらに磨きがかかったプラス、まあ、ドリブル面もまあ軽く、なって、まあ、さらに決定力もより増して、でパスも上手くなって、でフィジカルもまあそこそこ上がってっていうところで、まあ、この人も結構何でもできる、あとはスキルが5になったっていうことで、もう剥がせるスキルでも剥がせるように、なったっていうところが、まあ、結構でかいかなっていうふうに思います。まあ、SBC の価格自体はかなり高くはなってしまうんですけど、まあ、サラーが好きだったりリバプルが好きだったり、する人は全然作る価値っていうのは、まあ、あるんじゃないかなっていうふうには、ね、自分は思いました。で、フティーズのデンベレはね 5-5 に変わったというより、この人はもともと 5-5 っていうのがまずは素晴らしい。でただまあ能力が上がっただけみたいな感じになるんですけど、まあ、OBR が99になるっていうので、まあ、登場をした選手なんですけど、まあ、この人はねマジで強いかなっていうふうには思いますね。まあ臭さも少し、ありつつ、まあ、長いストライドでボールを運んでいくっていうこともできますし、まあ、スピード面もさらにあるっていうところで、まあ、この人なんかヌルヌル抜けていくっていうことがなんかできる選手ですね。で個人的にはねサラーより、まあ、持ちやすさっていうのは、デンベレの方がありましたね。まあ、単なる自分の感覚かもしれないですけど、まあ、個人的にはなんかデンベレの方が持ちやすさっていうのは、ありましたね。まあ、サラーも普通に軽いんですけど、まあ、レビューでも言った通りなんかサラーはこうグッとこう横らせ感があるというか、でそこをねデンベレはあまり感じさせなかったんで、まあ、そこでまあデンベレの方がまあまあまあいいというか、まあ、持ちやすさ的にはあったかな。でも決定力でいくともう雲泥の差があるかな。サラーは本当に決めきる力すごいんで、まあ、でもこう他のところは なんか意外とデンベレかなっていう風に思ったり、まあ、それぐらいあのデンベレも強い選手なので、まあそれこそね RW 右サイドっていうのは今でもなかなか左よりは枯渇してる状況の中で、まあ、デンベレは結構いいんじゃないかなっていう風には自分は、思いましたね。なんで、まあ、デンベレもレビュー出してるので、まあ、見てくれた方は分かるかなっていう風には、思います。で、フッティーズのサン・マキシマで、この人はデンベレ・サラーに比べると、もっとドリブルが持ちやすく、なった選手かなっていう風に思います。あの細かいタッチがよりできる、かつ、まあまあ、スピードは3人とも全員あるんですけど、まあ、サン・マキシマはスピード感を感じさせてくれる、選手かなっていう風には思います。かつこの人が一番変わったところでいくとシュート面かなと思いますね。まあ、それこそジェルソン・マルティネスの時にも言った通り、この人もサイドでの突破だったりサイドでのこうドリブルだったりっていうのはめちゃくちゃいいんですよね。でも決めきる力
決定力っていうのは少し劣ってた部分は、ね、あった選手なので、まあ、そこがより改善をされた、多分ジェンソン・マルティンス以上に改善をされたのがこのサン・マキシマンかなっていうふうに思います。もちろん逆足が5になったっていうのもかなりでかくて、そこで 5-5 になったっていうのはかなりでかいとは思うんですけど、まあ、それでも決定力が上がったっていうのも、かなりシュート能力が上がったっていうのもかなりでかいかなっていうふうに思いますね。なんでこの人は結構、まあ、80万と普通で考えれば高いですけど、まあ、デンベレだったり、サラーとかに比べると、まあ、まだ安い選手なんで、そういう意味でいくと、まあ、コスパ面っていうのを考えると、まあ、サン・マキシマンでも、全然強い選手かなっていうふうに思います。まあ、シュート面はね、マキシはあまり入らなかった選手っていうイメージがあるんですけど、まあ、その中でめちゃくちゃ決め切ってくれる、ようになったのかなっていうふうに思います。普通にめちゃくちゃ強いですね、サン・マキシマンは。でそして、ショーダウンの、ダルウィン・ヌニェス、まあ、ヌニェスはねアップグレをされなかったのが少し痛いかなっていうふうに思います。でこの人もどちらかというと細かさっていうよりかは結構まあ身長もあるので、まあカントナみたいなタイプ、まあスキル5を持ちながら大きい、体で、まあ、ゴリゴリいくような選手かなっていうふうに思います。まあレバンドフスキーと同じぐらいの、まあ、身長なのかな、そこでいくと、まあ、もうちょっと高いか、いやでもそんぐらいかだと思うんで、まあ、レバよりは能力自体はね、まあ、ヌネスもかなり高い選手ではあるんですけど、まあそれでもまあレバよりは少し重さっていうのは、まあ、自分は感じた選手かなっていうふうには思いますね。まあ、ボディタイプハイアベレージっていうのもちょっと影響しているのかもしれないですけど、まあ、結構ねこう TOTS のヌニェスを自分は押してたところは、あるので、まあ、全然弱くはないですし、まあ、普通に SSS のこう一番上のランクに、いてもおかしくないかなとは思ったんで、まあ、自分はここに入れてるんですけど、まあ、それでもこう使用感っていうのは、まあ、少しこう人によっては、変わってしまうような選手かなっていうふうには思います。でそこの、ま、なんかちょっとちゃうなっていうのを埋めるための、まあ、アップグレをされてほしかったんですけど、まあこのままの能力で、なるっていうふうにはなったんで、まあそこでねもうこの時点でヌネスがあんまりやなって思う人は、まあ作って損っていうふうにはなるのかもしれないですね。まあそれこそ TOTS のヌネスがめちゃくちゃ強いって、まあそれこそ自分が言ってたのをまあ使ってみて、強いって言ってくれた方からすると、まあヌネスはこの能力でも、全然やれるかなっていうふうにも思うので、まあ自分はどっちかっていうとヌネスはめちゃくちゃ強い、選手だと思っているので、まあここに入れたっていうのはあるんですけど、まあ、ボディタイプだったりとかあとは身長っていうのも、まあ、踏まえると、まあ、少し、人によっては使えなかったなっていうのは、ある選手にはなるかなっていうふうに思います。まあ、それこそマキシマンだったり、デンベレだったりサラのようにまあ使いやすくて、まあ、ほとんどの人がまあ強いよねっていうふうな選手ではないのかなっていうふうに思います。それと比べるとヌニェスは。でそして、フッティーズの、グリーズマン、まあ、この人も、かなり使いやすさっていうのは定評がある選手かなっていうふうに思います。で左利きの人は、まあ、個人的にはちょっと、まあ、右利きとは違っててちょっと癖のある選手が多いかなっていうふうには、思うんですけど、でもその中でもこうグリーズマンは、まあ、使いやすさは、かなりありました。本当にこうメッシはねめっちゃ使いやすくて左利きでも、でもそれに近いようなグリーズマンも全然なんか嫌な感じせず、普通にまあ使いやすさはあった選手なんで、まあドリブル面だったりとか、まあ、あとはスピード面もついたんで、あとはやっぱり逆足5になったっていうのも非常にでかくて、まあ、そこで決めきる能力っていうのも高くなりましたし、もともとのこういう使いやすさドリブル面だったりこう、まあ、フィジカルというかそうボディバランス的なところも、まあ、ある選手なんで、結構使いやすさはグリーズマンも、あったかなっていう風に思いますね。なんで、
まあグリーズマンも本当にこう一般的にもう多くの人が使いやすいと、なる選手かなっていうふうにも、思いました。まあちょっとね40万ぐらいもうちょっと高かったかな、45万ぐらいで出てきた選手なんで、その当時からするとまだマキシとかデンベレとかサルとか出てきてないんで、ちょっと高かったイメージはあるかなと思うんですけど、まあそれでもまあ普通に自分は作ってよかった選手かなっていうふうにも思うので、結構グリーズマンは好きな、タイプで、あの金の時から使いやすかった選手なんで、それが普通に、まあ、能力上がって5-5になったっていうので、結構自分は良かった、選手ですね。でそして、最後フッティのサパタ、まあ、この人はねマジでなんやろ、安いのにむちゃくちゃ強いっていうか、本当にこの人こそがコスパがいいっていうか、なんでしょうね、この人は逆になんかヌニェスだったりとか、まあ、ルカクみたいなタイプやと思うんですけど、どちらかというとヌニェス・ルカクみたいなタイプやと思うんですけど、なぜかこの人はまあ使いやすいっていう人は多いですね、やし使われてるっていう、まあ、この人もね身長はそこまでヌニェスと変わらず、あのハイアベレージなんですけど、なぜかね、あの重たいですけどね、ドリブルは重たい、そうね重たいですけど普通の選手からすると、でもやっぱりこうスキルの後の推進力とかっていうのもついて、まあ、シュート面では逆足5、またはスキルも5か、どちらも5-5になったんで、まあ、それもでかくて、なんかサパタは、まあ、フッティーズでな、まあ、能力を強化をされて、ちょっと他のでかいキャラでかい選手と比べると、まあ、みんなの反応っていうのもちょっと違うのかなっていうふうには思いましたし、まあ、自分も、まあ、サパタのレビューも出してるので、まあそれ見てくれた方はもうちょっと細かくは分かってるかなと思うんですけど、まあ、普通にサパタは強くて、まあ、これこそなんか作っておくべき選手やったかなっていうふうには思いますね、フッティーズの中で。まあケミがねそれこそ難しかったので、セリエのスカットじゃない人はあのスルーした人もいるかと思うんですけど、まあちょっと作っておいて損はなかったかなっていう風に思いますね。まあ10万ぐらいで作れたっていうのを考えるとめちゃくちゃ安くて、でまあ使いやすさっていうか、なんでしょうね、なんか抜けるし、まあシュートも普通に決めてくれるしっていうので、まあ、普通にちょっと今作のフッティーズサパタっていうのは本当にこうダークホース的な存在で、まあみんなに使われた選手かなっていうふうには思います。めちゃくちゃ強かったですねサパタは。まあっていう感じで、かなりこう中盤だったりディフェンダーのまあ動画も後で出すとは思うんですけど、まあそれと比べるとやっぱりフッティーズの前線っていうのはかなりこう潤ったのかなっていう風に思います。あとは先ほど少しフェラントーレスの話もしましたけど、まあ、いない選手とかっていうのはまあもちろんいると思います。それこそティオデスのネイマールとかいると思うんですけど、まあ、それはおそらくこう新しく追加をする選手は先ほどから紹介をしている選手たちなんですけど、まあ、いない選手っていうのは大体この前の、ティアリストにはあの反映はしてるので、まあ、そこも見ながら、またそれもあの、ね、見なくても別にまあ普通にいない選手がいれば全然あのコメント欄で、教えていただければ、いいかなっていうふうに思うので、まあ、いない選手は一応あの前のティアリストには、いるっていう形にはしてるかなとは思うので、まあ、それでもあのコメントいろいろいただければ嬉しいなっていうふうには、思います。まあ、あとはこの後、中盤だったりとか、ディフェンダーのティアリストも出していきたいなっていうふうには思うので、まあ、ぜひよければ、見てもらえれば嬉しいなっていうふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。